改札口自由通路西口高山駅は岐阜県高山市昭和町一丁目にある東海旅客鉄道高山本線の駅である。駅番号は CG25。日本有数の観光地で小京都とも称される旧高山市地域の代表駅として年間を通して賑わいを見せる。現在はすべての特急、ひだが停車し特急の 約半数が当駅を四終儀としている。また一部列車は当駅で車両の増解決を行う。2001年9月30日までは、名古屋鉄道から特急、北アルプスが、ワイドビューひだに並結されて、当駅まで1日1往復乗り入れていた。1934年10月25日に、高山本線開通に合わせて、高山駅として設置された。 開業時に建設された駅舎は、木造大壁作りの2階建ての駅舎で、2014年まで約80年にわたりそのまま使用されてきた。地元の鉱山市では、高山駅周辺の交通結節点としての機能強化や中心市街地の活性化を目指して、駅東西の一体的な整備を図る、高山駅周辺と地区各整理事業を1998年度から開始した。 2000年に JR 東海と高山市の間で新駅舎の建設が合意され、2016年秋までに東西をつなぐ自由通路を備えた駅舎を完成させることになった。新しい駅舎は、橋上駅舎で約1200平方メートルあり、エレベーターとエスカレーターを各ホームに備える。また、東西自由通路にもエレベーターとエスカレーターを備える。 デザイン監修を建築家の内藤博氏が設計を東海旅客鉄道及び JR 東海コンサルタンツが行い、総工費は約43.1億円である。2014年11月30日に建て替え前の駅舎の市民への一般公開が行われ、昭和天皇が使った貴品室などが公開された。翌12月1日から仮駅舎での営業に移行し、 旧駅舎は取り壊されることになった。これに対して、駅舎の取り壊し建て替えの必要性に疑問を呈して、意見を述べる動きもあった。2016年、新駅舎と東西自由通路が完成し、10月2日に共用が開始されている。1番線の短式ホームと、2番線3番線の島式ホーム島式ホーム1面2線と、 単式ホーム一面に一線を持ち、列車交換が可能な地上駅。ホームは、東側から一番線、隣のホームが2.3番線となっている。一番線が上り本線、二番線が下り本線、三番線が副本線という扱いであるが、どのホームも下り上り方面ともに出発到着が可能である。下りの特急からも、 段差なしで改札口を抜けられるように、2010年3月開正ダイヤから2016年10月1日までは、原則として、すべての特急が一番線に停車していた。2016年10月2日からは当駅の駅舎が、京城駅となったため、ホーム間をつなぐ、駅内の地下道も廃止されて埋め立てる計画となった。特急列車。 普通列車ともに3線とも上下線の区別なく使用している。旧駅舎は木造大壁作りで1934年の開業時に建設されたものである。改札口は駅舎中央にあり、駅舎北側に団体専用の改札口があった。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、日高坂駅、杉原駅間の各駅を管理している。 JR 全線切符売り場が設置されている。売店があり、駅弁も販売されている。駅舎は、外壁に黒い格子が設置されており、東西自由通路、匠通りで、東口と西口を結んでいる。駅舎の天井や壁は、日ださんの日の木製で、1階には、コインロッカーを200個やカフェがあり、2階の待合室には、東海キヨスクが運営する店舗、ベルマートがある。 駅玄関には、温泉案内の駅案内板が設置してある。自動券売機はあるが、自動改札機はない。駅舎強上化により、エレベーターとエスカレーターが、各ホームと各出口に設置されている。かつては、線形車庫、転車台、高架水槽といった、蒸気機関車時代の機関区の設備や建物も残されていたが、1993年に解体された。 跡地は2016年現在、駐車場になっている。2016年10月2日に、駅周辺の整備事業の一環として、東口や東西自由通路、匠通りとともに、西口が開設された。主な駅弁は、下記の通り。岐阜県統計所と、高山市の荒間市によると、2019年度の1日平均乗車人員は1408人で、ある。 近年の1日平均乗車辞任は以下の通り、当駅は高山市街地の西端に位置する。市街地中心は東方向であり、鉱山の象徴である上三の町の古い町並みへは、徒歩で約10分程度かかる。バスセンター古い、町並み方面バイパス方面奥飛田温泉座と乗倉岳、白川郷、郡上八幡下路温泉、上高地、金沢、 富士山、立山黒部アルペンルートなどの観光地各地へ路線バスが通っており、中部地方観光ルートの一大拠点となっている。広報資料、プレスリリースなど一時資料と軽資料。ありがとうございます。